雲見浅間神社は、伊豆半島の南西部、静岡県鴨茂郡松崎町雲見にある、標高162メートルの江ボシ山に鎮座する神社、雲見神社や御嶽浅間宮とも呼ばれる、全国におよそ2000社あると言われる、浅間神社の中でも珍しい、岩永姫村のみを祀る神社である、鎮座する、江ボシ山は、御嶽山とも雲見が枠とも呼ばれ、 伊豆半島の最西端となる海岸に立つ、独立した業海岸室の岩山である。その中腹に拝殿と中の宮があり、山頂のすぐ下に本殿がある。王子は女人近世の神社で、女性は中の宮までしか参拝できなかった。麓の国道136号線から徒歩で25分ほどで2箇所の拝殿を経由して本殿に至るが、 途中の428段の石段は極めて急で足場の悪い箇所もあり、また山頂付近は常に強風にさらされているため、見客を要し、ハイヒールなど軽装は禁物である。創建時期や由緒は不詳、伊豆国新会長に十四以上、石戸の名人と記され、また演技式新明庁に伊波の悲鳴の知人者がこれに相当すると考えられている。 また、社伝によると、本殿が台風によって飛ばされて海中に落ちたため、明暦3年に再建されたという、長らく神仏集合で、主験者なども多く訪れていたとされるが、明治維新の際の神仏分離によって、神社となり、合社に列せられた。第二次世界大戦後に、社格制度が廃止されて、以降は、地元の人々の管理に委ねられている。 祭人の岩永姫村は、富士山を及び、富士山本宮あ間大社の祭人である、この花咲くや姫命の姉であり、大山積みの命の娘である。姉の岩永姫村は、修だが日に目取ればその子は、岩のような長命を授かり、一方妹のこの花咲くや姫命は、絶世の美女だがその子の命は、花のように短い、とされていた。天尊である、二人気の命は、吉原。 中国に降臨してこの花咲くや姫命に一目惚れし、大山墨の命は、姉の岩永姫村も共に火として差し出したが、二二の命は岩永姫村を疎んじて、大山墨の命のもとへ返してしまった。この神話は、古事記や日本書記などにも見られるが、これを悲しんだ岩永姫村は、雲見に隠れ住み、仲良しだった姉妹も互いに憎み合うようになって、しまったという。 えぼしさんと富士山、元折のり長の古事記念には、美人の妹に嫉妬した仕込めの姉が雲海に逃れて、小さな岩山に祭られ、優しい妹は姉を心配して、背伸びをして探したのでますます背が高く美しくなった、との伝説が記されている。また地元には、えぼしさんが晴れる時には、富士山が雲に隠れ、逆に、富士山が晴れる時には、えぼしさん付近の天候が悪くなるとか、 エボシさんに登って、富士山を褒めたタイルと海中に振り落とされるといった伝説があるため、地元の人は富士登山を意味、また富士という言葉は長くキン句であったという。またこれらとは別に、小引きの全六の伝説もある。昔、岩品村に全六という小引きがあった。大男で大飯くらいであったが、小引きとしての腕は振るわず、日頃小引き仲間や子供たちからも馬鹿にされていた。 それを悔しく思った、禅六は、一年発起し、当社に21日の断食祈願をかけて、霊力を得た。上達した、禅六は甘木は、もちろん、江戸にまでその名を知られる立派な職人になったという、禅六が試し切りをしたとされる大岩が、現在も山中に残るとされる、慶応二年、雲見神社山景気によれば、霊祭の日になると、 普段は見ることがない体調一乗用の種目ザメと大きなウミガメが会場に姿を現し、1日中、エボシさんに沿って回遊するという、ありがとうございます。